深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。皆さんこんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトレアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトレアミュージックが装い新たに令和の時代にお届けするデパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディ、そして番組プロデューサーの原田実です。原田さん、広報レディ、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。本日もですね、先週に引き続きましてゲスト、全日本空輸株式会社名古屋支店支店長兼 ANA アキンド株式会社名古屋支店支店長江島真由美さんね。またなんか楽しい話がね、いろいろ聞けると思います。ぜひお楽しみに。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。入院したいのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ、原田実、作 H ノブ、第97回ファイブスター。私の名前はミスターデパート、カトレアデパートの偉い人である。どれくらい偉いのかというと、とにかく偉いのである。さて、最近の私の楽しみは休憩中に近くの公園を歩いてリフレッシュすることである。とはいえ季節は夏、何の準備もなく歩くと熱中症のリスクもある。そこで私は日傘を差し歩く。男性が日傘をなんてと思われるかもしれないが、一度試してみていただきたい。日傘を差し、自分で作った影の中に入るだけで快適さが随分違う。すれ違う人物が物珍しそうに私の方を見るのだが、そこに恥ずかしさはなく、むしろもっと見てほしいとすら思う。それは別に私のナルシシズムということではなく、私のような男性でも日傘を差すのだなぁと思ってもらえれば、他の男性が日傘を差すきっかけになるかもしれない。そのうちの何割かはカトレアデパートで日傘を買ってくれるかもしれない。そんな下心もありつつ、私は散歩を楽しむ。そんな風にして公園を散歩していたある時、ある外商員が私に声をかけてきた。あ、ミスターデパート、お疲れ様です。ん？ああ、いつぼしくんか、お疲れ様。どうしたの？こんな近くの公園のベンチに座って、店に帰って休憩すればいいのに。まさか気分でも悪くなったんじゃないだろうね。今日も随分と暑いからね。いえいえ、体調が悪いわけではないんです。ただこう、一人になりたくて。一人になりたい。そうか。何か私が力になれることはあるかな？いえいえ、そんな。そうかい。まあ無理にとは言わないけどね。ところで、私も休憩しようと思っていたところだ。隣に座っていいかな？え？はい、
もちろんです。どうぞ。ありがとう。あ、その前に、あそこにある自販機でジュースでも買おう。いつぼしくん、君何がいい？え、いえいえ、そんな。私が飲みたいんだ。喉が渇いたんだよ。そのついでだ。何も飲まない部下の隣で自分だけ飲み物を飲む勇気が私にはないんだ。ありがとうございます。では、お茶を。ああ、いえ、私が買ってきます。いいから、いいから、座ってなさい。自販機でお茶を二つ買い、ベンチに戻る。そのうち一つを五星くんに渡す。蓋を開け、一口飲む。五星くんも恐縮したようにお茶を飲む。二人でなんとなく公園の中を見渡す。ベビーカーを押した女性、その後ろを小さな男の子がついていく。セミの音が空から降ってくる。もう何口か飲み、五星くんが口を開けないようなら立ち去ろう。そんなことを思ったその時。ミスターデパート、ありがとうございます。心配してくださってるんですよね。心配？ああ、それは少しは心配だね。何もこんなに暑いところで休憩せずに、涼しい店に戻って休憩すればいいのになぁとは思ってたよ。僕、今までお客様のところに行っていたんですが。自分って本当に武器がないなぁって思い知らされたんです。武器がない。そうして五星くんは自らが抱える悩みについて話してくれた。五星くんは新人の外商員だ。外商員はお客様と濃密に付き合い商品を買っていただく。普通の販売員や社員とは違う技能や特性を求められる。そんな外商員として働くことに五星くんは自信がなくなったという。僕、武器がないんです。武器？はい。僕、人付き合いは得意な方でしたし、人と話すことも好きでした。こっちから好きになってしまえば、お客様にも好きになってもらえる、そんな自信もありました。実際、それでうまくいったこともあります。でも、僕の武器ってそれだけで、外商ってお客様とうまくやるだけじゃ全然ダメで、あらゆる商品の知識もなければダメなんですよね。もちろん覚えるように努力はしているんですが、最近自分のメッキが剥がれてきているような気がして、お客様からの信頼も薄れてきているような気がするんです。そうか。向いてないというか、向き不向きがありますよね。やっぱり自分の限界をきちんと把握するべきなんじゃないか、そう思うんです。僕には無理なんだと思うんです。何か言ってあげようかとしばし考えた。そして口を開こうとしたその時。このおじさん、男なのに日傘さしてる。なんだ？ねえ、なんでおじさん日傘なんかさしてるの？どうやら先ほど通りかかったベビーカーのお母さんの後ろについて歩いていた男の子のようだ。気づくと少し遠くでお母さんは泣き始めた赤ん坊をあやしている。もちろんこちらに気づいており、申し訳なさそうな顔で少年にこちらに戻るように叫んでいる。私は大丈夫というふうに手を挙げ、この少年にこう言った。おじさんが日傘をさしていたらおかしいかな？おかしいよ。なんで？なんでって、だって他の男の人はそんなのさしてないもん。それは一理ある。他の人がしてないことをしているというのはおかしいと言えるかもしれない。ある意味でミスターデパート、説得されてる場合じゃないですよね。君、男が日傘なんかしておかしいと言うけどさ、昔はそこら中で男の人が日傘を差してたんだよ。嘘だ。昔ってどれくらい？地球が何万回もあった時？それはわかんないけどさ、ほら、これ見てごらん。そう言って五星くんが出したのは絵画の資料集だった。え、
何これ。これは江戸時代に描かれた絵なんだけどさ、ほら道行く人、男の人も女の人もみんな日傘を差して歩いてるだろ。本当だ。それにほらこっちの絵は150年ぐらい前にクロード・モネっていう人が描いた絵なんだけど、この男の人も日傘を差してるだろ。すっげー、本当だ。こういう時代の人たちから見たら僕たちの方がおかしいって思われちゃうかもね。でもおかしいことなんてないと思うな。人は何をしたっていいんだ。そこに限界なんてないんだから。君にも夢があるだろ。ある。うん。もしかしたらこれからその夢を笑うやつが出てくるかもしれない。お前には無理だっていうやつが、そんな時はどうする？倒す。いいね。その息を忘れちゃダメだよ。わかった。あ、お母さんが怒ってる。ごめんね、おじさん。変とか言って。じゃあね。元気な子だな。それにしても、五星君、君、武器あるじゃない。え？日傘のことを彼が馬鹿にした時、とっさに美術品を見せて、これはそんなにおかしくないことなんだと説得できた。すごいと思ったよ、単純に。それに君は自分を過小評価しているようだけど、そんなこともないと思うよ。君が求めるハードルが高いんだ。もちろんそれはいいことだ。つまりそんな簡単に超えられるハードルじゃないってことだね。ところでその資料見せてくれる？へえ、こんなんで勉強してるんだ。はい。今度美術品についての試験を受けようと思ってるんです。外商員に特に求められる知識は宝石、時計、美術、ラグジュアリーブランドの4カテゴリーとなる。外商員はそれに関する深い知識があって初めてお客様に心からお勧めすることができるのだ。その4カテゴリーとお客様のサービスに直結する外商カードの知識を合わせ、5科目のセミナーと試験をカトレヤデパートでは定期的に行っている。五星君が受ける美術の試験とはそのことだ。試験結果がそれぞれ科目で上位 20% に入ると一つ星を獲得し、5科目すべて制覇すると見事5つ星、通称5スターの外商員となる。カトレヤデパートのすべての外商員が目指すのがその5スターだ。僕はまだ1つも星を取ってませんが、ゆくゆくは5スターを取りたいと思います。うん、君ならできるんじゃないかな。そこに限界なんてないだっけ。いや、お恥ずかしいです。私にも夢がある。ミスターデパートにもですか？そうだ。そして断るごとにそんなことは無理だ、諦めろと囁きかけてくる人物がいる。誰だかわかるか？はい、多分僕と一緒だと思います。ご自分ですよね。その通りだ。そんな時どうするか。なんだかさっきの男の子に教えられたね。そうですね。ではおさらいしよう。もし自分の中の自分が夢を笑ってきたら、我々はどうするか。倒す。さあ帰ろうか、我らのカトレヤデパートに。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート役ミスターデパート、少年役広報レディ、五星役原田実、作 H ノブ、第97回5スターでした。
ショートラジオドラマ、とびきりエブリデイでお聞きいただきました。とにかく笑顔のエレベーターガールです。次は、ようこそカトレアデパートへ参ります。カトレアミュージック。ようこそカトレアデパートへ。このコーナーは毎回ゲストをお迎えし、一緒にデパートや名古屋のことについてお話をしましょうというコーナーです。本日は先週に引き続きこの方をゲストとしてお迎えしています。全日本空輸株式会社名古屋支店支店長兼 ANA あきんど株式会社名古屋支店支店長、江島真由美さんです。江島さん、ようこそカトレアデパートへ。こんばんは、よろしくお願いいたします。で、先週はANA あきんどのお話をさせていただいたんですが、今週も航空業界っていろいろ大変じゃないですか。はい、いろんな工夫をされているんで、はい、その辺のことをお伺いしたいなと思います。はい、そうですね。今僕らもニュースでいろんなことをお聞きをするんですが、はい、なんか結婚式をしたりパーティーをしたり、はい、いろんなものを食べたり、はい、すごいですね。新しい試み本当にたくさんされてるんですよね。もともと飛行機は移動手段として、まあ、一つの地点からどこかお客様のご希望の地点までお送りするんですが、はい、なかなか今移動が制限されておりますので、ではその ANA ファンですとか航空ファンの方々にどういうサービスができるかということで、社員で、まあ、まずは意見を募りました。まあ、その結果、まあ、周遊フライトですとかレストラン、ウェディングっていうことで駐機した飛行機の中でイベントをやるですとか、もしくは周遊をして空を楽しんでいただく、そんなところを、まあ、アイデアとして取り入れたのがこのようなイベントでございます。なんかこう僕らは飛行機ファンとしては、はい、飛行機に乗ることだけでも、はい、結構こうテンション上がるんですよ。そうですよね、飛行機ファンだったんですか。多分ファンだと思うんですよ。はい、やっぱり空港に行って飛行機に乗ったりするとテンション上がるんで、はい、飛ば前にしてもそこで何か食べるとか何かイベントがあるというのは、はいはい、結構テンションが、だからやっぱお好きな方多いんじゃないですかね。そこで結婚式が、ね、できるなんて本当にファンにはたまらないですし、ゲストとしてもすごく思い出に残りますよね。 ありがとうございます。まあ、そういったなんか新しい取り組みの一つとして松坂屋とも実はコラボさせていただいたんですよ。今年の5月なんですけれども、この ANA のグループ会社である ANA ビジネスジェット株式会社と共同で、はい、プライベートジェットで行く国内旅行を松坂屋のお客様に販売をさせていただきました。これすごいなと思って。結構お高いですけども。そうですね。まあお金にはもうお金のこと言っちゃダメなんでしょうね、こういうのはね、きっとね。そうですね、皆様それぞれ価値観が終わりのようで高いと感じるのか安いと感じるのか、そうですよね、なんとも言い難いですが、はい、ですね、こちら国内で札幌と長崎のプランを販売させていただいたんですけれども、今お話しされている価格は4名利用の場合でお一人様200万円から、800万円からって、ね、そうですね。やっぱりジェットをチャーターしようとするとそれぐらいのお値段になってくるっていうことですよ ね。なかなか日本ではこれ難しいですね。ね、海外はね、プライベート、ね、プライベートジェットってものすごくね、はい、利用されてるみたいですけども、はい、日本はなかなかね、なかなかもうこのプライベートジェットっていう言葉自体が特別感のようなイメージを持たれてるようですけど、最近で言うとミスターあれですよね、大谷さんがプライベートジェットでオールスターに、ね、オールスターね、シアトルコロラド館、コロラド館ね。だからやっぱりアメリカみたいな広いところだったらそういうの多いんでしょうね。そうですね、割といろんな会社がひしめいてるとも聞きますので、はい、でも日本もそういうことが普通になってくるかもしれませんね。そうです ね、はい、ではですね、仕事のことばっかりじゃなくて、ちょっと熊本時代とかですね、あるいは名古屋に来ての、はい、デパートとどんな関わりがあったとか、はい、そんなことをね、はい、お聞きしたいと思うんですが、はい、まず子供の頃熊本で、はい、デパートと思い出って何かありますですか。はい、熊本では、まあ、老舗デパートとして鶴屋デパートが町の中心地にありまして、そこに通った思い出が、はい、何を買うわけではなかったと思うんですが、ワクワクしながらデパートには行っていたように思います。やっぱりワクワクしますよね、はい、デパートね。そうですね、やはり食べ物も普通のスーパーと買うのでは違いますから、あそこのお菓子がいいですとか、まあ試食品もある時代でしたので、そこでいろんなものをつまみ食いしたりですとか、いろんな楽しみ方がありました。
江島さんは4月にね名古屋に赴任されたということなんですが、はい、松坂屋さんとは何かありますか、思い出、まあ、まだ時間がそんなにね、はい、経ってないんですけれども、はい、やはり松坂屋さんの接客というところをや私も見てしまうんですけれども、こう距離が近く、すぐに声をおかけいただけたところですとか、あと催事、このプライベートジェットの際の催事の中においても、どんどんお客様を認知されていて、で近い距離でお話をされているというところが印象的で、私もぜひそういうところでお買い物できたらなと思いました。ミスター、すごいですよ、褒められました、ありがとうございますね、正直そのキャビンアテンダントをやってた時代って、はい、その海外って何カ国ぐらい行くんですか。地域が決まってないから就航しているところは全てですね、その時代に、はい、変な話ですけど、お買い物ってするとほとんど海外でできちゃうじゃないですか。できますね。だからその当時は絶対国内の百貨店なんか行かないですよね。確かにそうです ね、海外のものが欲しければそうですよね、はい、おっしゃる通りですよね。あとは日本にまだないものを物色したりですとか、ね、話題になって入荷してないものを買いに行ったりですとか。だからキャビンアテンダントさんという職業自体はそういう楽しみもそれは絶対ありますよね。ありましたね。いろんな海外でなんか買うとかね。そうです。いやもうね、聞きたいことはいっぱいあるんですけどもね、はい、時間がなかなかないということで。はい、それでは本日のゲストは全日本空輸株式会社名古屋支店支店長兼 ANA あきんど株式会社名古屋支店支店長江島真由美さんでした。江島さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。次は広報広報ガールへ参ります。アトレアミュージック広報広報ガール、また一つですね、夏休みにおすすめのイベントをご紹介いたします。南館7階松坂屋美術館では9月26日日曜日まで、うん、マーベルスタジオヒーローたちの世界へを開催しております。2008年のアイアンマンから始まったマーベルシネマティックユニバース、マーベルスタジオは様々なヒーローたちのストーリーを描き、時にはクロスオーバーさせながら大ヒット作品を制作してきました。このクロスオーバーってすごいですね、いろんな人がいろんなところに出てくるということですよね。その通りです、はいはい、そしてこの会場では、うん、キャプテンアメリカ、アイアンマン、フォー、ブラックウィドウ、ブラックパンサーなどマーベルヒーローたちを象徴するアイテムが身近に展示され、その世界観の中で写真を撮りながら楽しんでいただくことができる体験型のイベントです。ドクターストレンジの魔術を映像で体験したり、ガーディアンズオブギャラクシーのグルートと一緒にダンスしたり、インタラクティブな要素も。入館料は一般1300円、高校生大学生が1000円、小学生中学生は600円、そして未就学児は無料となっております。もうこれ安いと思います、僕すごく。本当ですか。絶対安い、はい、そんな原田さんも、うん、そして、うん、お若い方もね結構好きな方いらっしゃると思いますし、うん、原田さんが若くないって意味じゃないんですけどね世代や性別そして国境も超えて熱く胸を打つマーベルスタジオ映画作品のヒーローたちの世界をぜひお楽しみください。いやこれね、夏休みの本当にねお楽しみだと思います。本日は9月26日日曜日まで南館7階松坂屋美術館にて開催されてます、マーベルスタジオヒーローたちの世界へについてお話をいただきました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。皆様、本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。アトレアミュージック。さてそろそろお別れの時間になってきました。今日もですねメールがねたくさん来ているんですが、それをご紹介したいと思うんですが、長良の人っていう方からですね、コード決済の話を聞いてメールをしました。ミスターデパートと同じですけど、あまりカードの使いすぎに注意するべきですねってね。確かにね、僕らの世代はなかなか慣れてないですからね。でも本当に便利になりました。そしてもう一つ、これもタッツーさん、先週もねいただいたんですが、またねメッセージをいただいております。いつも、楽しい放送ありがとうございます。デパートで対面でしか買えなかった
嫁の大好きなブランドコスメが電話で買えるようになり、嬉しそうに発注しております。安心して化粧品が買えるのはとてもありがたいサービスですって来てますね。ありがとうございます。タイムリーで今年の春に始めたサービスですね、うん、ね、あのこのようにあのたくさんのメッセージをお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛てまで、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介いたします。またツイッターでもメッセージをお待ちしております。ハッシュタグカトレアミュージックをつけてどんどんつぶやいてくださいね。そして原田さん、知ってます？知ってます。何がですか？実はこの番組もうすぐ100回記念を迎えるんです。マジですか？そうなんです、はい、そしてその栄えあるですね8月29日の記念の会にですね、うん、あのぜひなんか皆さんからこういろいろとご意見なんか募集したいなって考えてます。わかりました。はい、先ほどの宛先までぜひご意見いただきたいと思います。はい、それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディと、原田実でした。ではいきますよ、せーの。生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。